Holy crap, let's go! Whoa, wow! What's up? It's your boy, that Dragon Jay, here with again with Metaphor ReFantasia. Before we start, thank you for stopping by, tune in. You do me a solid, follow the prop that pops up. Subscribe to Dragon Nation, hit the bell, then go to your settings and turn on notifications. So you're aware when I drop content, stay updated on my channel. It's free, doesn't cost nothing. You can change your mind whenever you would like. Last time we left off on the exact day before the continuation of the story. So we're going to hop back into it, continue the story, unlock some more archetypes, and continue to play this amazing game. That being said, I will see you when the video start. Cue transition. Please let me out. Yes! Level 3, baby. Let's fucking go. Now all... Yes. All my virtues are level 3 now. Let's get it. That's exactly what I wanted. All my virtues are level 3. 神王が決する日にまた一日近づく。 大丈夫だ。 ルイとあの兄弟、それと例の歌姫は。よく来たね。表情がめたいじゃん。そりゃこれだけこわもてにく。すぐ慣れる。こういうか慣れる。もう一人メガネの意識屋の男はいないわけ。留守番してるよ。 外戦車を空にしとけないと。ジュラとかって歌姫は喉の調子が悪くていい声出ないんだってさ。なんだお前ら期待してたのか。残念だったな。余計なこと言うな。いらしたぞ。
く来た。なんだか場違いな気分。謙遜は不要だ。私が認めなければいい。さて、では酒好きどもに酔いが回るまで。諸君、我らに心強い仲間が加わる。果実、ボーデンに大恥をかかせた候補がいたという話は知っているな。この少年がその候補。なんと、最初から私の目を引く目的で司祭を引っ立てたそうだ。いい度胸をしている。さあ、仲間に対して意気込みを示せ。精一杯働かせていただきます。命がけにやんな。怪しにせんといいがな。あとは自由に過ごせばいい。宴を楽しむ。行け、あとは任せろ。よう新人、どこ行く？先輩の俺に挨拶。おっと、誰かと思えば。なんだと。よし。少しよろしいですか。ストロールだったか。お前は貴族だそうだな。力と可能性を一番持っているんだな。貴族といっても血筋だ。出身はどこだ。ハリアという村をご存知ですか。知っているさ。人間によって最初に転んだ村だ。助けが来なかったからです。え、あなたがそう決めたという噂は本当ですか。本当だ。なぜです。この国を救うためだ。スタローレ。この国に何が備っている。愚かな王と聖教の老人どもは理解していなかった。夜通し燃えるハリアの炎は王宮からも見える。あれでやっと老人どもは人間の脅威を認めた。燃えていたのは人の命だ。私が憎いならば身に染みたはずだ。力なくしては守れぬものがある。この世の恵みには限りがない。何も奪い合わずに生きるのは誰にもできない。その現実に目を閉じ、できないのは民の不徳のせいだと説いて、生き様を縛り、家畜のように黙って死なせる。それがこの国だ。馬鹿げた。力を尽くして競い合うべきだ。残酷でも、その公平さだけが犠牲となる命への手向けであろう。私は立ち止まる気。犠牲を犬死にで終わらせないためには、実りある語らいだった。宴を楽しみ。ストロール。すまんな、若いのが無礼を言ってミスをさした。別に、むしろエラフィが世上というやつの方が何だろう。
ばさっきの兵士マグラ。I'm pretty sure this guy did something. Yeah. Wait, wouldn't you lose favor with Lewis and mess with his ship though? Like, it's not, that's not smart. At least I don't think. Oh my god, okay. Alright, okay. Okay. A little platform mini game. Okay, I feel you. I'll get it now. I need to aim for. Okay, I get it now. I need to aim for. It's kind of dope. Okay, bet. We're there. ありえないよ。ルイがこれを読んでるってこと？
あいつの理想とはかけ離れてる気がするけど。待って、そこの奥、箱が隠されてる。やった、魔法の設計書。けど。あんた、ここで何してるの？その、嘘がいたね。あのさ、今物置から出てこなかった？いつかのせい。あれ？今夜は喉を痛めて声出ないんじゃなかった？調子良さそうじゃん。そっか、今わかった。前にこの部屋に来てた時もあなた忍び込んでたのね。驚いた、常習犯じゃない。私もまだまだね。覚えてる？前に気になるって言ったこと。嘘じゃないの？私がここにいたこと黙っててくれない？私もあんたのこと黙っててあげる。共犯関係ね。別に告げ口する気はないよ。賢い男は好き。その小さいのに道を下見させたわけね。だから入り込めたんだ。小さいのって言わないで。ちゃんとガリカって名前があるの。ガリカ？あんたの名前ガリカ？待って、まさか本当なの？それじゃあんたたちの探し物って。誰か来る。主がいないのに中から鍵とは、そういうことか。だから騒ぎを起こしやがったわけだ。いるのは分かってる。まったく驚きだぜ。まさかガキだけじゃなく歌姫様までネズミとはな。戻って報告だ。こいつはでかい手柄になりそうだぜ。最悪。でも言ったみたいだ。私が何とかする。よく聞いて。やっぱり。あなた誰？何者？答え合わせは生きて出られたりもしましょう。逃げろって言われても放っておくわけにはいかないし、とりあえず追いかけましょう。 No, we get the formula and we fucking leave.諸君、知っての通り、今老人どもが、お、だが言うまでもなく聖教の計りごと、フォーデンが玉座を取るための茶番だ。行かれる諸君のため、民草のため、争いを正しい形に戻さねばならない。その役目私が果たそう。ここに私も協議会への参戦を表明する。あのフォーデンが途中からの参加を許すでしょうか。なぜ許しなど請う必要がある。戦王は民の信託を最も得た者が王になると言ったのだ。茶番の勝者がではない。堂々と顔を出そうではないか。拒めば臆したとみなされ、フォーデンが損をするだけだ。民も知るだろう。勝負の行方などあの男は逃げれていないとな。我らが理想のため、まやかしの教えなど打ち壊そうではないか。おお、さすがアルート。司祭の罪はフォーデンを吊るしてやってよ。協議会に出てくるだと。仕組まれた勝負だからってただ無視してたわけじゃない。利用できると奴は最初から読んでいたんだ。しかし
残念なことに近頃ネズミが紛れ込み私の身辺を嗅ぎ回っているようだ。哀れなネズミよ、いるならば貴様の主に伝えよ。逃げも隠れもせぬ我が波動止めてみるがいい。Oh, we're definitely gonna take you out. But I'm curious. おかしな魔法を使う連中とかさ。お、見ろ兄貴、降りてくるみてえだ。警備に周り囲ませろ。怪しい奴は見つけ次第殺す。ちょ、兄貴。Wait, so did we get the formula? Oh, we got the freaking formula. Okay. どうだ、俺が王だ。
砕きに戦わせて恥ずかしい男。相手は一人なのよ。正々堂々決闘で勝ってみせなさいよ。決闘？決闘か。いいね、やろうじゃねえか。これはクローデン、この国の王になる男だ。さあ名乗れガキ。この国を救おうとする者だ。今に簡単に解放したわね。忘れた？腐ってもあいつは上位の候補者。こっちと違って例の魔法で守られてるのよ。そういうこった。人質なんて単におびき出すためさ。俺はもともと一方的にお前らをいたぶれるんだよ。だがそうだな、ジュナ、俺につくならお前だけは救ってやってもいい。こびるなら俺にしとけよ。俺はいずれルイをも超える男だからな。願い下げよ。このジュアニ・シグナス、誰が相手だろうと人生を他人に任せたことなんか一秒なしてないわ。We got a new party member? Nah. Don't tell me we just got a new party member. Yo, we got a new party member. Let's go. Let's fucking go, bro. Yo, I kind of thought she was going to be a party member too.That or I'm like, either she's gonna be a party member or she's gonna be a confidant. But yo, let's fucking go. She's a new party member. Just kidding. Holy crap. Let's go. Whoa. Yo! Okay, that's adult looking art type. Hold up. Let's fucking get it, bro! This game is amazing. This game is fucking amazing.
what the that's what the mask material is for, to put for different masks. Oh. Okay. God damn. All right, sure, now we eat the fire. Let's try ice. This game is amazing. Okay,
来の仕業か？違う、向こうから襲ってきたの。そしたらあいつが王の魔法ってので勝手に。本当なんすか？こいつルイ様の資質に忍び込んでたのよ。外戦車が飛んだのを利用して外から入ったみたい。そうだよ、なんでいきなり飛んだんすか？びっくりしましたよ俺ら。それは私がちょっぴり無理だっていうか、だってブライハーベンよ、夜景見たいじゃない。マジかこの人。とにかくそしたらブローデルが襲いかかってきて、そこを彼が助けてくれたの。そうよね。はい、危ないところでした。本当本当。なんてこった。ジュナさん、災難でしたね。待てよ、お前夜間にいたはずだよね。こんな場所まで駆けつけたとかおかしいでしょ。私の話信じられないの？それって私も疑ってるって意味になるけど。それは、いやけどネズミってグローデルのことだったのかもな。裏切り者が入り込んでるってルイさんだ。俺らそのネズミ取りに来たんすよ。そう。なら早く報告すべきでしょ。夜会に戻らない？ジュナさん、喉治ったんすか？え？ああ、彼に治療してもらったからいい感じに。手厚い看護でね。手厚い看護？もうちょっと早く来てたらあなたに頼んでたかも。別に何も思ってないっす。とにかく早く報告しなくちゃでしょ。ここは見張りに任せて行くわよ。うわ、めちゃくちゃ睨んでる。怖っ。では、ネズミの正体はグローデル。すでに息絶えたか？ええ、残念だ。夜会を抜け出した配下はグローデルとこいつの二人だけです。グローデルが悪さしてたのもジュナさんとこいつが防いだ。またはその逆か。確かに死人に口なし。他には誰も現場を見ていません。ちょっとあんたね。だけど奴は上位の候補者で王の魔法に守られていたはず。証言通り奴の方から襲いかかって自滅したとしたら、こいつにも王の魔法か？矛盾はない。宣告報告があった。例の顔石にお前の顔が現れたぞ。首の剣痛く民に響いたようだな。おお、すげえな後輩。それでグローデルに魔法が。グローデルの目的は何だ？何を探っていた？わからないわ。聞き出すどころじゃなくて。王殿あたりが送り込んだんすかね。そりゃない。あいつは競技会が始まって早々総兵団のギドと戦ってる。それも誰も見てないような場所。まあいい。フォーデンが育てた競技会の熱狂をこの手でそのまま奪い取ってみせよう。お前たちにはこれから我が手足となって働いてもらう。承知しました。
フォーデンが次の課題を何にしてくるか見ものだな。それまでこの町に待機していろ。下がっていい。ねえ、グローデルに代わって私が出歩く時の送迎係、彼にしてもいいかしら。本気っすか？おかしい？だって凱旋者持ってるのよ。そうだ、今から見に行ってこようかしら。好きにさせておけ。兄貴、浮かない顔だな。グローデルが野心家だからってルイ様の部屋を荒らすか。あいつに何の得がある。よし。お邪魔するわ。自己紹介は必要ないわよね。何？私のことまだ話してないの？いや、私だって何も聞いてないし。その、仲間と思っていいのか？ああ、いや、同じルイ様の陣営だが、なんというか。ルイの部屋にいた目的はそちらと同じよ。っていうか、本当に一度も聞いたことない？まさか、グライアスが言ってた他の工作員ってのがあなたなの？グライアス、その人、大聖堂で亡くなった人？ごめんなさい、もう一人が誰なのかは秘密厳守で知らなくて。けど目的は理解してる。王子殿下の呪いは普通の方法じゃ解けない。術者を殺すか、または術式の図面を手に入れるか。なるほど、殺す係がグライアス、手に入れる係があんたか。両面作戦だったわけだな。王の魔法でルイが殺せなくなった時から誰か接触しに来るかもって心の準備はしてたわ。けどまさか私よりも若い子が来るとはね。I mean, aren't you just as young? 使うことがあるからってガリカの名前を教わってなかったら気づけないところだった。Wait, how old is she then? こっちよ。まさか歌姫様が同志なんて。それにてっきりあなたってなんていうかルイのルイの女かもって。あんなおっかない男の資質、娘以外で入らないわ。それにああ見えてルイは私の歌声も気に入ってそばに置いてるの。それを濁らせるような無粋はしてこない。事情はまあ飲み込めたがな、随分と危険な副業だな。名声があるだろうになぜそこまでする。最初は偶然ね。私要人といることが多いから組織の人が密偵してる現場に居合わせちゃったの。まさか脅されて無理やりか。え、逆逆、私の方から志願したの。だって運命的じゃない。必要な刺激だと思ったのよ。歌い手として本物になるために。組織にとってもルイの懐へ自然に入り込める人材なんてそうはいないし、利害が一致したみたい。芸の肥やしとは肩書きにたがわぬ度胸だな。何かに命を懸けるってそういうことでしょ。外野からは馬鹿げたバクトに見えるものよ。あなたたちと同じ。I mean, I get it. 国中がジョーちゃんの歌に惹かれるわけが分かった気がするぜ。まあ、半分は生まれのせいかも。リリア族の娘が一人で世界に飛び出すなんて度胸くらいなきゃ。って言っても分かんねえか。とにかく歌は私のすべて。聖教にお呼ばれしてどんな名誉をいただくより誰かの魂を震わす歌を歌っていたいの。まあそういうわけだから、私今後もバレない限りはルイと今の距離感を続けるつもり。いいかしら隊長。ああ、構わないよ。やっぱり話せる男だわ。これから仲間ね。よろしく。ドキドキね。
すぎたけど頼れそうな仲間が増えたね。初めは無茶な旅って思った。 So that mean I, doesn't mean I can choose ever in my party she's automatically in there. Or she like, sometimes she pops up in my party.つもりだったようだ。レラ、もしかして聖女とか言われているあの娘だ。レラ様か。確かに一番適任だな。殿下襲撃の後、御用台を見るために王国一の魔法治療師が訪れた。それが彼女だ。殿下が何とか死を免れたのはあの方のおかげだ。王国一って襲撃は10年以上前だろ。聖女様は俺と大差ない年に見えたぞ。不思議じゃないわ。レラは魔法学院切っての天才児だったもの。小さい頃から魔導器の扱いは師範たちでもかなわないほどだった、うん、知り合い？残念だけど会うのは無理ね。ボートの仕事場へ戻るためにとっくに町を立ったはず。ルイにバレずに追いかけるなんて。オートか。なら問題ねえ。こちとら魔法があるんでな。いや、あるんだよ、そういうのが。一瞬で移動できる。条件付きだかな。つうか、待ってる意味もねえし、今やるか。よし、やってくれ。珍しいの？魔導器で治癒術を扱うのは至難の技だ。普通は貴族のお抱え。レラ様の腕なら宮世界でもおかしくない。それを断って庶民の相手か。聖女様ってのは本物らしいな。もうとっとと行きましょう。いいのか隊長、呪いの解読を頼めばこちらの素性に感づかれるかもしれん。信用するのか。まずは会ってみる。そうだな。初めから疑ってかかる必要はない。まったく。ならば急ごう。悪く勘ぐる人もいるし。久しぶりね、ジュナ。ごめん。
開会式の後会える予定だったんだけど。知ってる、ブライハーベンまでフォーデン様のお供でしょ。すごいじゃん、父さんより出世が早いんじゃない。私は出世なんて、初めまして、ブラシグナスと言います。治療師ですけど、どうも違うご用心みたい。実は見てもらいたいものがあるの。これをどこで。何も聞かずに分かったことを教えてほしいってのは虫がいいかな。これは治癒魔法の反転術、俗に言う呪い。So, a reverse healing spell? 前に一度見たことがある。まあ、そう来るだろうな。申し遅れました。私は騎士ヒュルケンベルグ。お察しの通り、それは王子殿下の暗殺に使われた魔法の図面です。おい！無念ながら、殿下は亡くなりました。ですが、この絵として、私は呪いをかけた大逆人に罪を清算させたい。じゃあまさかこれを書いたのはルイ。品評会であんなことをしたのはルイに取り入る策だったんだ。信徒のあなたに許されるとは思ってない。だがそこを曲げて、ジョアンナ様の残念な本心だったことは聞いていたのでわかります。むしろ無謀い裁きを下したフォーデン様の方が恐ろしかったです。姉さんでも少し安心した。噂であなたがルイ様に惚れ込んでいいようにされてるって聞いたから心配してたの。でも違うのね。当然でしょ。このジュアニシグナス、一秒だって人生を他人に任せたことなんかないでしょ。分かったわ。皆さんにご迷惑のないようにするのよ。あなた要するに家を飛び出した時みたく歌への情熱がって言って首を突っ込んでるんでしょ。違う。いや違わないけど、もう言い方が意地悪。図面を見ました。これによるとこの魔法は持続型、魔力があり続ける限りいつまでも効果が続く。ただ普通呪いはかけた相手のまぐらで維持される術が多いけど、これは術者本人の魔力が使われる設計になってるの。ルイが生きてる限りどこへ逃げても無駄か。あの男らしい。でもこの図はたとえ殿下のご生前にあっても分析して解除とかは多分無理だったでしょうね。図面は完全じゃないのよ。かいつまんだ覚え書きでしかない。解除の方法までは割り出せないわ。そんな、それじゃごめんなさい、力になれなくて。いや、こちらこそすまない。無理に言って。候補者さん、私からも一ついいかしら。ジュナの仲間ってことなのよね。ジュナのことどうか守ってあげて。もちろん分かってます。ありがとう。危なっかしい子だけどお願いします。私は当面はここにいる予定。またいつでも寄ってね。歓迎するわ。ジュナのお友達だもん。会場の服戻ってくるなり、まるで葬式だな、おい。はぁ、参ったね。呪いを打ち消す方法は、結局ルイを撃つことだけが。それが無理だからここまでやったんだぞ。これじゃ振り出しに逆戻りだ。ルイのところへは今までも刺客が来たけど、みんな王の魔法で固まってひどい死に方したわ。というか、
仮にまともに戦えたとして勝てるのか。やつは武芸と魔法の双方で無敗の傑物だ。万事休すね。それでもやはりルイを撃つしかない。王の魔法は絶対の盾じゃない。現にグローデルは命を落とした。今はルイから得た信用を何とか守るんだ。いずれ必ず機会は来る。次の競争の課題が発表されるまで命令を待ってろって話だったのね。ならばそうするしかないな。はあ、考えすぎて今日はもう疲れた。このまま外戦車で休みましょう。へえ、意外ね。この人数が休める信頼があるの？狭い狭いって不評だがな。すまない、歌姫にふさわしい寝床とは言えないが、まあ乗り心地も悪いんだが。ならせめて水浴びしてくる。あるんでしょそういう場所。へいへい、お姫様。そうよね、捨て鉢になるのはよくない。明日からまた考えましょう。いろいろ考えてたんだよ。ルイの凱旋車が飛んでるのを見てな。ああやって魔力で浮かすんじゃなく翼で飛ばすってのが俺の夢見る飛び方でな。けど転移魔法とか目にしまって、本当に俺の飛行理論を追い求めるのが正解なのか迷ってたんだ。昔な、俺の理論が間違ってないことを証明するため飛行実験をしたんだが、見事に失敗しちまってな。手ひどい怪我を負ってる間にそのまま左遷されちまった。そうだったのか。実はな、俺の飛行理論自体はもう完成してるんだ。あとはこいつに本格的に組み込むだけなんだが、事故のこともあってな、その先に進むのが怖くてビビっちまってたよな。失敗を怖がってたんだ。おめえたちが王子のために命かけてんのに何やってんだって話だよな。転移魔法は行ったことある場所にしか行けねえ。未知の場所を目指すにはやっぱり翼で飛んでいくしかねえ。時間はかかるかもしれねえが、俺は俺を信じてやってみるぜ。他の誰でもない俺だけのやり方でな。Respect. いい？どうする？I'm trying to think, do I want Hezme or Stroll? Because Stroll is actually...
私結構あんたに感謝してるかも。幸せ者ね。こんなことめったに言わないんだから。それね、ルイの部屋で話してた禁書の小説って、確かに同じの読んでるとこたまに見かけるわ。何が書いてあるの？ちょっと読ませてくれない？その世界の文化は全ての自由である。宗教や権威者の思想を広めるものではなく、誰もが好きなように作り、誰もが好きなように受け入れるのだ。その影響は世界中に広まることもある。かつては平和の歌が戦争を終わらせることさえあった。へえ、いい話ね。歌が世界を変えたなんて。身分も種族も関係なく、全ての人に歌を届けられたらどんな世界になるんだろう。私たちニディア族はね、みんな嘘つきなの。昔は価値のない種族って言われてて、だから自分をよく見せるための魔法を身につけた。あなたが見てる私の姿も実は嘘。他人にこびるだけの仮の姿なんだ。なんてね、嘘嘘、全部嘘。ありのままを晒すことは必ずしもいいことだとは思わないけれど、それでも自由はあるべきもね。この力が理想を叶えるためにあるっていうなら、自由を認め合える世界を作りたい。そして何があっても私は歌い続けるわ。みんなにそれを伝えるためにもね。神王が決する日にまた一日近づく。さて、競技会で戦う猛者たちに課せられる次なる課題が時期発表されそうな気配だ。今回勝ち上がれるのはその時点で例の顔石に現れてる顔ぶれ、支持率上位わずか20名だけ。首の品評での評判もそろそろ広まった頃合いだろう。ここらで今の順位のおさらいといこう。まず第1位は不動の本命、人々を苦しめる海の怪物を仕留めた我らがフォーデンゲーカ。そして参加ながら2位は変わらず逆進類だ。しかし3位には総兵団長のギド様、さらには結局ルイ以外の政教関係者ばっかりだな。何を言う、素晴らしいことだ。混乱は静まり、また良き国に戻るだろう。良き国だ、そんなもん金持ちどもの意見だね。ルイ様の人気を見ろ。あの方こそ庶民を救ってくださる。息を潜めたままのルイ一派のご気持ちになるが、今回の品評会で急に名を挙げた注目株は、小さいジョアンナに罪を告白させて巨大人間を倒した誰だ。確かにあれはびっくりしたからな。無名の若造が大出世だな。一気に20位入りだ。おお、小杉さんよ。あいつどうだったんだ。確かちっちゃい人間の首を自慢してた。うん、ああ、グローデルとかってこうか。それがどうも消息がつかめない。全然離脱かもな。口だけかよ。ルイの意を買ったルサンタの恥だな。注目株は少年候補だけじゃないぞ。着々と支持を集めているのはキャゼリナ候補。王になったら金持ち全員を賞金首にするってどえらい公約を立ててるらしい。いいじゃねえか。どうこして金を独り占めする欲張りは意味の安心も手抜いて帰ってこったわ。当然当然。意外なところじゃ、ムスタリ族の候補もいるな。おお、チーオじゃこの人物ビルガ島の出身だそうだ。あの異教徒の島、未開人じゃない、汚らわしい。
やっぱり美しいミラ様こそ一番よ。思ったより多彩な顔ぶれが残ったな。次の競技の課題発表までもうすぐだ。Huh, okay. さあ、金が鳴った。お待ちかね、王権競技会第2回戦の開会だ。まず、現時点で顔石に現れている20名、おめでとう。諸君らは正式に1回戦の勝利者だ。皆様、盛大な拍手を。本人の姿はなし。まともにやる気はないらしい。乗っ取る口ぶりだったし。なんか、ルナも朝方から見かけないんだけど。上流所から飛び込みの仕事を継いだ。一緒にいるのは大勢の妹も面倒が増える。では、いよいよ彼らが次に挑む課題を発表していこう。今回、候補者諸君に課せられるのはズバリ神器の放浪だ。神器だと。はいはい、ご安心を。ちゃんと説明いたしますよ。大事なことですから、皆様の心に残る美声でね。ではご登壇いただきましょう。案内役、歌姫チュラ。これか、仕事って。選ばれし英傑の皆様、次なる目的地はモンタリオ公国の首都、山岳都市アルタベリー。そこへ期日までに神器を持って集まっていただきます。この国には哀れにも聖教を拒み救いを得られない異教の人。 Wait, so is that?Because that was her outfit that she had on when she unlocked her archetype. So, is that like her unique outfit? Huh. すべての英傑に、ブーンと、我らが神のご加護を、活躍、お祈りしています。Huh.Because, like, that's not the outfit. Like, when she first was introduced in the Capitol, and she did her song, that wasn't the outfit she had on. But then, when she unlocked her archetype, that's the outfit that was shown in the scene. That's not her regular outfit that she just walks around with when she's in our party.まとめて封印なさる歴史的な祭典となるでしょう。それを祝して歌姫ジュナによる祭歌の奉納も予定されています。ご期待ください。それでは諸君、現時刻をもって王権競技会第2回戦開始だ。今日のうちから神器を取ってこいだと。略奪ではないか。到底許せん。ムチタリ族の候補か。フォーデンもむごいことを思いつく。どういう意味？ムチタリ族はほとんどが異教徒だからな。心の支えを差し出せと言われたようなものだ。けど私らの場合、実際に何するかはルイの命令待ちよね。尺だけど。どの道アルタベリーへは行くことになるだろう。さらに東か。長旅だな。かたくいくら聖教府だ、当日の朝にいきなり来いと非常識でしょ。そういう割には堂々たるものでしたけど。ジュナさん、ルイ様がお呼びする。あと、お前らもね。初仕事みたいね。急に
呼びつける男ばっかり。今戻りました、ルイ様。なんかグローデルの一件からずいぶんこいつらと思いますよね。運転手をこき使って問題ある？つうか聞きましたよ、聖教祭で歌うんすね。すげっすね。ありがとう。でも喜んでいいのかしら。これってルイ様に対する牽制じゃない？私をずっと舞台に上げておくことで聖教祭手出しさせないつもりなのよ。かといって蹴ったら大舞台には二度と呼んでやらないんですよ。聖教のクソどもが考えそうなことか。恐れることなどない。今真に怯えているのはフォーデンの方だ。知っての通り、次の課題は神器を持ち寄る。だが神と拝む者を誰が明け渡す？これは奪ってこいということだ。王の魔法に計画を乱され、お前に恥をかかせる。奴は愚かにも権威の回復に焦って、自分からこちらのやり方に乗ってきた。もはやフォーデンは終わりだ。ならばせめて、散り際を華々しく飾ってやろうではないか。どうするつもりですか？何？前から言っていることだ。フォーデンに死を与える。王の魔法はどうするのです？いずれわかる。今は指示に従え。お前たちに頼みたいのはある特別な神器の入手だ。竜神の槍と呼ばれている。竜神の槍？竜って私たちの言うドラゴンね。確か興味深い伝承がある人物だ。聖教祭に間に合うよう手に入れ、私の元へ。もいきなり大変ですね。神社に任せてよろしいですか？無論他の配下にも別の神器を探させている。持ってこられないならば槍ともども用済みだ。だったら私がついて行って見張るなら安心でしょ。神器の持ち逃げなんてさせないわ。えらくこやつらに終身だな。これって配下として最初の見定めでしょ。ルイ様の代わりに私が目と耳になるわ。いいだろう、任せよ。で、ルイ様、肝心のその槍はどこにあるの？あえて手がかりは与えない。探し出せ。戦いに優れるだけではないところを私に見せてみろ。期待しているぞ、同じ理想を持つ者としてな。I'm gonna kill you, I'm gonna kill that motherfucker. Yeah, and where the f- are we supposed to do that? I'm gonna kill that motherfucker. If it's the last thing I do, I'm going to kill that fucking asshole. どうしたんか。あれ？
奪ってこいだと、あのむごい弾圧を繰り返すつもりか、聖教。ご立腹だな。まあ、故郷が荒らされかねぬわけだしな。許せないですよ。君は神器とやらには詳しくないが、神器の品は我らにとって信仰の象徴だ。土着の古い信仰にもたまに魔力が、ただ今の魔導器と違って原始的なので危険なものも多い。間違いない。神、聖教が嘘を広めてるだけ。事実を逆さまよ。実物に触れたことがあればわかるな。神器なんて呼ばれるのか。君は歌姫の仕事は仕事ただね。その知識の深さ、それに不安なさ、どこであれ、あんな風に神器が手に入れば何でもいい。他の候補者とは、俺たちだって探してないわけじゃない。竜神の矢、その花、別に槍の話は隠し事じゃない。空気の澄んだ日にはこの場所からよく見える。海の向こうの島、ビルが遠のことか。内海に浮かぶ大きな島のことだ。住民のほとんどがムツタリ族で、王国全土で唯一聖教の布教が手つかずの土地だ。聖教を否定する気も争う気も、私は信じてきたものを壊されたくない。それが立候補の動機というわけだ。世界を変えられる気でいたいと。少し前、申し遅れたね。私の名はエディ。悪いことは言わない。友人の槍は諦めたと。渡すわけにもいかないが、そもそもたどり着けやしない。無理やり奪ったりはしません。たとえ奪う気でも、ここからじゃ船が出てない。他にも理由はあるが、とにかくよそ者が近づくのは今、私の夢物語も、どうやらここでまぐりでない。現実と向き合うさ。君らも考え直せ。とりあえず、竜神の槍がビルバ島にあるってのは確かみたいね。船が出てないなんて本当なの？王国一の港町よ。本当だ。言われて思い出した。文化の違いや海流のせいで、ビルマ島への交易船はモンタリオ側からしか出ていない。モンタリオは内海を挟んで反対側だぞ。そこまで行って逆戻りして島へ渡るのか。とても期限に間に合わない。なら自力で内海を突っ切っちまえばいいじゃねえか。あ心配ご無用だぜ。ジュナさんのこと心配なのか。Oh, are we about to be able to go over where now? うるさいんだよ。兄貴、あいつらのことまだ信じてねえんだろ。そんな短い付き合いで背中預けられるか。グローデルの件、あいつら本当に白だと思うか。ならついていこうぜ、俺たちも。兄貴の納得いくようにしたらいい。俺は兄貴についていくさ、どこまでも。生意気なんだよ、お前。水の上を進めるってこと？おうよ。おめえらが夜会に出払ってた間、ルイの凱旋者を舐め回すみてえに見れたからな。いろいろひらめいたってわけだ。もともとこいつは地べたの上だけ這い回る設計じゃねえ。そのための柔軟な関節を生かしてちょいちょいっとな。マセド、島へ渡るなんて話は今の今まで。おいおい頼むぜ。地図をよく見な。島は関係ねえ。もともとあんたたち、どうして。そりゃ護衛っすよ。ジュナさん行くんだから。まして行き先は未開の島だし。せっ
っかく張り切ってる新人たちを信用してあげないの？それとも信用できないのは私？ルイス様に言われてきたんですよ。ジュナさんでも上下の話は筋通さない。俺たちがいたら困る。おいだぜ、寝床が足りなくなら心配すんな。俺と違って兄貴はかさばらねえから。うっす、今だ。てか、こんなしょぼいので海出て大丈夫なわけ？嫌なら帰って構わんぞ。誰も頼んでない。まあ、よろしくな。せっかくの海だ、楽しく行こうぜ。参ったな。これは予想してなかった。連中、なぜ来たと思う？まだ疑われてるのか。だろうな。グローデルの剣、随分危ない橋を渡ったしな。まあ、こうなっちゃ仕方ねえ。出発できるようにしとくからよ。準備が済んだら声かけてくれ。Preparations are already kind of made. But I said we got all of our, we got everything we need, so. ちゃんと進んでいる。大したもんだな。当たり前だろ。ユーラス様の技術力を信じろ。イルガ島か。さすがに行ったことはないが。ムツタリ族が多く住む群島域、特別な巫女を中心とする信仰があるらしい。なぜあの島だけ改修が進まない？力で聖教府にかなうとも思えん。あそこには聖教の歴史観を覆すような何かがあって、兵士にも見られたくないんじゃないかなんて噂も聞くわ。陰謀論かもだけど。竜神の槍か。交渉が必要だな。交渉だけで済めばいいがな。あ、簡単だろ。殺して奪えばどうにもなんねえと予想するんだ。またあんたたちは血なまぐさいこと言って。だってルイさんの命令だし。それは分かってるでしょ。むやみに殺せばルイ様の人気が陰るぞ。いいのか？島に着かねえから。あいつらがいたら作戦の話もできないじゃん。諸君、聞いて驚け。例の少年候補が島の海峡を渡るらしいぞ。それも海戦車だな。本当に大丈夫なのか？海物はいなくなったって話らしい。これで無事ならうちの人もまた漁に出られるってことよね。いや、内海を突っ切ろうって命知らずが一人くらいは出るかと思ってたが、あの少年とはな。確かマルティラの領主を引っ取ってたガキだ。だがイルガ島は聖教府でさえ長年手を焼いてきたうだつきの土地だ。さてどうなる？祭りは始まったからだな。一行を乗せた外戦車は新たに水を見る姿を得て、大海原へと漕ぎ出していく。目指すのはイルガ島。王国で唯一聖教が布教の手を伸ばそうとしない謎多き違法の地である。しかも今回の旅は味方ばかりが乗り組んでいるわけではない。彼らを待ち受けるのはさらなる困難か、それとも。
So I literally still can't cook a lot. God dang it. Alright, whatever. Okay. Oh, that just gave us, that just literally just gave us courage. I'll take it. I will definitely take it. Just straight up gave us courage. I'll take it. Okay, I was thinking it had to be like a mini game.行きましょう。
澄んだ水面が光を失い暗黒の淵へ、また一日の終わりが近づいている。夜の時間、Okay. All right, we got. We got. A little seasickness. あの兄弟、まさかこの大しけで寝てるの？聞いたわ。二人とも育ちは最悪だけど、まるで優しいとこある。いつだったかお礼をしたいって言ったら、あの二人歌がいい。日陰者の友人なパリパスの悪口など。そんなつもりじゃ。くっそ、最悪だな。ねえ、さっきのでかい揺れ何？あ、何この揉めてる空気、何なんでしょう。仲間の身の上話かな。拙者はパリパスが好かんという話をな。拙者は？全員の間違いじゃないの。なあ兄貴、探ってねえでもうはっきりさせようぜ。いやいいだろう、グローデルの件兄貴はまだ疑ってるってさ。俺たちが疑うようなこと、ルイ様が見過ごすわけないけど、確かめたくてさ。ジュナさんが敵になったのかどうかだけは。あんたたちね。うわぁ、出会った。外見ろ、化け物だ、化け物。何が起こってる。準備は。Get it. いくつかは俺たちが引き受ける。その間にお前たちは本体と残りの足を潰せ。Let's get it. こんなとこで共倒れは絶対ごめんだから、とっとと終わらせるぞ。このままじゃ外戦車壊されちゃうよ。あのぶっとい足なんとかできないの。Oh. Okay, that's dope. Okay, that's good. So now, oh, I have plenty. Okay.That makes exploring dungeons so much better, because we have the freaking MP now. Let's get it. いかずちよ。
心情は王者の力、この身に宿れ。いや、コマンダー、やめておくか。はぁ、この敵は力押しで勝てないよ。いただいていく。無理そうだ。Good. Oh my god!This squad is kind of busted. This squad is kind of busted, bro. I don't know about y'all, but this squad is kind of busted.
険はしない。イカズチよ。王者の力、この身に宿れ。上下英霊の力を、剣よ、うがせ。特別なもの使いこなしてみせる。Yeah, this squad's kind of busted. We're kind of busted right now. That was a lot of experience, too. Holy hell. なんとか。もう怪物全然いるじゃん。フォーデンの話嘘じゃん。騙された。騙されたのか、それとも人間が予想以上に増えてるということなのか。初めて見たぜ、お前らが本気でやりたくも魔導機なしの魔法、人間の御所の力から。てかジュナさん使えたのかよ。まあ彼に習ったってとこね。知ってるでしょ、そういうの得意なの。けど今日のはあんたたちも協力してくれたおかげよ。ありがとう。当然っすよ。イデリオも別に生き残るために必要なことしただけさ。待て、おかしいぞ。水音が中からも聞こえる。うお、喫水が吹け。あっちゃー、浸水してんぞこれ。ちょ、沈むの冗談でしょ。組み出すぞ兄弟、お前たち手伝え。はぁ、何命令。くそ、どんなボロ船じゃんか。Hey man, you wanted to get on. 神王が決する日にまた一日近づく。You want to tag along? Guess what? I'm the captain of this vessel, motherfucker. What's up? All that time to get one ingredient?
ったく。Well, you know, you could have not tagged along, you know. You the one decided to jump on my ship unannounced and uninvited, motherfucker. Like, nobody invited you, you just invited yourself onto my ship. Let's talk about it. もし奴が槍を得たとて何も許す神器の起源も全ては聖教にあると聖教祭に集う候補らは王の魔法の庇護下に心得てございます。Wait, can I not use the teleporting function if they're on a ship? やり探し頑張ってきてくれ。誰そこにいるの？外から来た人どうかしたの？声が聞こえたような。声って誰の？船酔いのしすぎじゃないの？先が思いやられるね。
どうやって槍見つけんだ。住人に紛れて情報を集めと行きたいが、噂通りムツタリ族だらけなら紛れるのは難儀かもしれない。そうだな、まずは人前へ出ずに隠れて里を観察するとか。かったり何日かかるんだよそれ。私たちいつまでこの島にいられんの？そうだな、アルタベリーへの到着期限を考えると9月5日までには槍を手に入れて離れたい。一日でも早く離れたいところだ。行くぞ。ねえ、これもしかして同じとこぐるぐるしてない？どうやら迷ったな。嘘でしょ、この場所で迷うとか相談じゃない。もう服の汗が絞れそうよ。虫は多いし最悪。腹減った。冷たい水に頭突っ込みて。いちいち声に出すな、みんな我慢してる。ちょっと待て、近くで流水の音がする。少し開けた場所のようだ。泉か何かかもしれん。マジか、もう即行こうぜ。そうだな、どの道迷ったわけだしな。飲めるわ、大田の水よりずっと吸ってる。あー、助かるぜ。塩でベッタベタだよ。ちょっと、あなたは誰？聞こえるの？やはり天神様の御使いなのですか？どうかしたのか？気のせいみたいな。神妙にせよ、そなたら王位を望む候補者だな。竜神の槍を奪いに来たが、天津さえ巫女様の清めの泉に忍び込むとは計るまでもなく死罪である。いきなり死罪と来たか。落ち着け。第一、候補者は殺せないぞ。王の魔法を知らないのか。見え透いた命乞いを。おい、巫女様の準備が整ったそうだ。観念せよ、どの道出られん。どうすんのこれ。あの兄弟はうまく逃れたようだ。きっとニューラスに状況を。ふん、どうだかな。連中拙者たちより槍が優先だろう。いいじゃない、槍なしじゃどの道先はないんだし。頼る前に考えましょう、兵隊の隙をつく方法とか。そういえばここの兵隊、一目で候補者と見抜いたり、嫌にこっちの事情に詳しかったな。そいつは多分俺のせいだな。ちょっと荒っぽく質問されたもんでね。 How the hell? の場所でとは。 That, no, that makes no sense. 確か聖教の工事人の。ええ、少しくらいは聖教府のご意向が通じるかと思ったが、問答無用で捕まっちまった。何しに来たんだ。決まってるだろう。単身でビルガ島に渡るような大バカが出たと聞いちゃ追いかけるしかない。例のムツタリ候補の船に忍び込んでうまいこと島に潜入できたと思ったんだが。バカはどっちよ。呆れた。なんで工事人がそこまでするわけ。いい機会だと思ったんだよ、聖教の正しさってやつを確かめるんだな。
ま、焦らず待とうぜ。そのうち隙も見つかるだろう。ここの連中、どうやら一枚岩でもないみてえだしな。神器を奪ってこいと触れを出しているそうだ。なんということを。竜神様のお怒りはそのせいではないのか。皆の衆、案ずるな。どうか静まってくれ。エディン様、定期船以外の手段で勝手に島へ入り込んだ違法者たちは全て捕らえた。報告では一人は候補者、一人は聖教の公事人だそう。目的は竜神の槍だろう。聖教は我らへの手出しを控えていたが、ついに手を伸ばしてきたと考えるし。やはりか。教えを汚すなど恐れ知らずな。そうでんべ、神器という証を奪うことで何も言えなくするつもりなのだ。エディン様、そやつらを死罪に、いつ裁きを下すのですか。待て、捕らえた者たちは島民を傷つけていない。何をためらうのです。教えを汚す者たちなど逃げとすればよいのです。家畜がおかしくなる流行り病、海も怪物騒ぎで漁に出られず、最近では畑まで不作に、竜神様に静まっていただかねば、もう生きてゆかれませぬ。太古より島に災いありし時は、竜神様に逃げを捧ぐべし。誰もが知る古くからの教えのはず。皆落ち着くのだ。裁きにかけるのと生贄にすることは。エディン様、過去を繰り返すおつもりですか。お言葉ですが、エディン様は国王の座を諦め戻っていらした。それはニエの教えに従うという決断ではないのですか。そのように竜神様を疑い逃げ切らぬことをなさったせいで、父君と母君も。言うな。エーディン様、どうか逃げよ。我々にこのまま何もせず死ねと。兄様よいのです。先ほど泉にて逃げとなるためのみそぎを済ませました。ユーファ、私は巫女。生まれた時より竜神様の最良の見栄となるための命、むしろ誇りに思います。平和な時代の巫女たちと違って、里にご恩を返せるのですから。島が救われるなら、この命喜んで差し出しましょう。おお、さすがユーファ様、我らのためにお命を。これできっと竜神様の怒りも静まる。ユーファ様が最後の日を。ユーファ様、我らに救いよ、我らに未来よ。船を用意しろ。槍のある竜宮神殿の祭壇までは私も同行する。神殿か。そこに槍があるみたいだな。軍務の資料で読んだこともある。ビルガ島は無人の軍島に囲まれていて、その一つが丸ごと神殿になっているね。無人島？物好きな連中だ。よくそんな行きづらいとこにでけえ神殿作ったな。さてね、島の連中が作ったのか、それとも見つけただけなのか。ともあれ、船がいる。だったら早いとこあいつら助けちまおうぜ。広場が騒ぎになってる今なら手薄だろう。おいおい、兄貴、助けないとか言わねえよな。ジュナさんいんだぜ。ジュナさんを助けるさ。兄貴、一時の情に飲まれるなよ。俺だけのことしないと。俺についてくるんだろ。なら余計なこと考えるな。全部俺に任す。兄貴、まさか海の時の。なんでもない。汗
焦らず日暮れまで待つ。闇に紛れていくぞ。信用できないって前に言ったでしょ。おまけにやすやすと捕まってジュナさんのことも守れてない。あんただって彼がいなきゃ海で死んでたかもしれないでしょ。兄貴、彼もルイ様の命令を託した味方同士よ。あんたが勝手に死なせていいの？私も彼を見届けるってルイ様と約束したし、顔潰さないでほしいんだけど。そうそう、一つ寛大に行こうぜ。でもって俺の縄もついでに解いてくれるとありがたい。聖教のクソなんか助けんなよ。イラつくな。声でかいんだよ。よく言われる。邪険にされたら悲しくてもっとでかい声が出ちまいそうだ。黙らすか。やめとけ兄貴、余計な騒ぎになる。こいつらだっていざって時は盾にでも何でもすりゃいい。槍が手に入るまで手勢が多いに越したことはねえだろう。槍のありかって危険な場所なの？なんつうか、竜神の槍の竜神って迷信じゃなくて本当かもしれないんですよ。泉にいた娘はそいつの生贄だそうです。里の連中のビビり具合からすると実在って可能性も捨てきれない。ドラゴンが相手かもってこと？バカ、冗談じゃないわ。全員の名は解きなさい。あんたたちと私だけでやれると思うの？分かった、分かりましたよ。おい、きっちり役に立ってもらうぞ。改めてよろしく。足引っ張るのよ。じゃあほら、と、お前は最後だよ。島の広さから見て、集落は一つだけだ。長はエディンとかいう若い男。エディン、いつかのムツタリ族の候補か。島の長だったとか。生贄の娘はそいつの妹らしい。無人島にある神殿へ捧げに行くそうだ。槍もそこだ。自分の妹か。怒りを鎮めるんだってさ。竜神は島の信仰対象で、災いはそいつが怒って暴れるからなんだって。本当なの？そんなわけあるか。けどその存在まで迷信かは何とも言えない。そうね、竜神の槍が神器だってのが気になるわ。もしその神殿で見つかったものなら、多分神殿も遺跡、ドラゴンがいても不思議はない。たとえ実在でも生贄など馬鹿げている。何のためだろうと人命であがなっていいはずがない。黙れよ騎士クズ。島の外には生贄なんていないと思ったの？今まで何を見てきたんだ。俺に言わせりゃ、自覚的に生贄を捧げてる分、こいつらの方がマシだな。うん、そうかもな。いつだって人はたやすく来る。善悪は関係ない。だが、無駄な死なら黙って見過ごせない。ああ、目的を履き違えるなよ。狙いは槍だ。背負えもしないことに俺を突っ込む。自ら命を捧げる民か。単なる未開の土地と思ってたら
ここはまるで俺たち聖教の鏡写し、表と裏だ。槍はもちろん手に入れるさ。だが死に戻さない。それならいいだろう。最初に言ったはずだ。困っている者には手を差し出す。例外はない。そうだな。ああ、もちろんだ。気持ちのいい答えだ。そうだな。それが我々らしい。ではまず凱旋者に戻ろう。カイロで神殿のある島へ向かうぞ。諦めなさい。助けてくれ妹。助けてくれ妹ユーファを。神殿がマグラに。おい、しっかりしろ。呼吸が浅いな。今マグラって言ってた。何があったんだろう。ひとまず凱旋者で。いや、深出すぎる。手当ての道具がない。里へ運ぶしか。は？正気？こっちは牢から抜け出すためだよ。見殺しにできるか。わけわかんないお前たち。いや、これはむしろ好機だ。島の長なんだろう。命の恩人になれば追われる身を出して里の協力も得られるかもしれない。なんだそれ。槍のありかはもう分かってんだから奪えば済むだろ。じゃあこうしましょう。私は彼についてく。見届け役だしね。あんたたちはその私を守って。護衛役でしょ。勝手にしてください。けどいざとなったら見捨ててでも槍を奪いに行きます。結局俺が信じるのは家族とルイ様だけだ。バトリン、早速だが救った恩を返してもらう。状況をニューラスに伝えてくれ。正直戻れるとは限らない。めちゃくちゃだな、おい。だが嫌いじゃねえよ。頼まれたぜ。凱旋者はこの先だな。よし、俺たちはこの男を里まで運ぶぞ。手を貸してくれ。ここは長殿。私は助かったのか。私の宿屋の一室でございます。そのこの者たちが長殿をここへ。驚いたな。よく見れば君らだったか。追われる身でよくここまでたどり着いたな。連れの二人がおとり役で辺りの兵士を引きつけてる。その隙に忍び込んだだけだ。長殿、何があったのです。妹君は。神殿にはたどり着いたが、異様のほどマグラが立ち込めていて、凶暴に変わり果てた生き物たちが。OK。 それってまさか強化が起きてるってこと。護衛たちはたちまち壊滅。ユーファとのはぐれ、私だけ海に逃がされた。なんと。ではすぐに新しい兵の手配を。このままでは儀式が。ダメだ。島の兵ではかなわない。犠牲を増やすだけだ。ですが。その役目、拙者たちが変わってもいい。槍にはこちらも用があるし、怪物には慣れてる。だが行く前に確認しておきたい。そなたの妹を見つけたとしてどうすればいい。生贄の儀式を手伝えばいいのか、それとも生かしてここへ連れ帰るか。連れて帰ってきてくれ。神殿の島へ立つとき、本当はユーファを逃がそうと思っていた。だが言えなかった。あいつの目には恐怖も迷いもなくてな。その時悟ったよ。
我らがユーファに背負わせてきたものは島の命運なんかじゃない。Okay. 我々自身に不安や恐れだったのだ。ユーファを頼む。たとえ生贄の儀式に効果があるんだとしても関係ない。救ってくれ。我らの課した呪いから。よくぞ言った。それでこそ島の長だ。任せておけ。必ず救い出してやる。それでいいな。ああ、もちろんだ。そうね。見捨てたんじゃ私たちらしくない。よし。あんたの妹は俺たちが助けよう。その代わりに竜神の槍をしばらく貸してくれないか。いいだ。何よ、あれは信仰の象徴とも言うべきもの。ユーファを救う力があるなら黙って槍を奪うこともできたはず。なのに私の了解を求めて信じよう。彼らはきっと信念だ。ですが、むつたりでない違法のものに。種族は関係ない。信じるべきは人そのもの。島の外で競争に参加して私が学んだことだ。待って、日帰りで救うなんてわけにいかないわよ。その妹さんは無人の神殿で生き延びられる。神殿内はあいつの方が詳しい。安全な場所に逃げ込んでいれば可能性は十分ない。島に渡るとき供物と一緒に食料も持たせた。少なくとも3週間くらいは飢えたりしないはずだ。ユーファの巫女、儀式が整わないまま、いたずらに命は投げ出さない。君らの咎人の身分は私が解いて協力を申し込む。どうかユーファを救ってくれ。なんとか牢屋に逆戻りだけは回避できたな。それどころかなかなかの宿だ。ここなら虫の心配もなさそうだ。いや、グライハーベンに泊まったもんね。どんな足跡使ってたの。ようやく堂々と外を歩けるな。ルイから離れないことも大事だが、そのためなら誰に憎まれてもいいってわけじゃないからな。そうね、王子の呪いを解いて終わりじゃないもんね。新しい王様としてちゃんと国民から認めてもらわなくちゃ。後々のことを考えると、槍探しの合間に人助けや他の候補者の牽制なんかにも気を配る。 Alright, so how much time do I got though? That's what I'm trying to figure out. 王さとの話は済んだみたいですね。ご苦労様。さすがね。あたりの兵を全員引っ張り回してケロッとしてるなんて。森の中でパリパスの戦士を捕らえようなんざ誰にもできやしねっすよ。槍の入手が最優先。そこブレてないんでしょ。なら他はどうでもいいっす。よし、状況を整理するぞ。目的地は竜宮神殿のある無人島だ。そこにある神器竜神の槍を手に入れる。 Okay. だが同時に巫女のユーファも見つける必要がある。はぁ、人助けなんかしないっつったの。 You ain't the captain, bro. 槍が神殿のどこにあるのか詳しい場所は秘伝で、 You don't make the decisions. 本人しか知らないそうだ。あと厄介な点が2つある。一つはおそらく神殿に強化現象が起きていること。きっと中は怪物の巣窟だ。そしてもう一つ、竜神が実在のドラゴンである可能性がある。もし戦う羽目になったら大ごとね。出くわす前に力をつけといた方がいいかも。協議会の期限を忘れんなよ。それを過ぎればルイ様がお前たちが裏切ったと判断する。そうなると期限は17日間というところか。それ以上は巫女が生き延びられる保証がない。失礼します。そのユーファ様を救いに行かれるとか。お前らが死んでこいって送り出したんだろ。そうですね。その通りです。
帰りに賛成してるわけじゃないんです。うちの同い年の娘が進んで死のうとする、そんなのありがたがるなんて間違ってる。どうか美穂のことは任せてて、約束は守る。皮肉なものだな。我らは槍を奪いに来たのに、逆にそれで巫女が助かる話になるとは。拙者の時と同じだ。捕らえに来たお前たちに救われた。自ら閉じた扉ほど自分では開けられんものだ。じゃあ明日からに備えてとっとと休みましょう。遭難するは縛られるわで、本当疲れた。神王が決する日にまた一日近づく。So, that is going to be the end of the motherfucking video. That was a lot. But that's going to be the end of the video. For everybody that stopped by, tune in. Thank you. Appreciate you for that. If you do me a solid follow the prop that pops up, smash that like button. As well as comment down below. Those are girls, comments, creator. I'm going to do some preparing offline as well as get some requests. So when we come back, we just hop into a request or the main mission, wherever we choose to do. I might bliss the dragon temple and then choose to do extra stuff. Don't know. We'll see. What order I choose to do it. But thank you for tuning in to the end. As far as announcements, I do have a Twitch page. If you go on my Twitch page, you'll see a bunch of pandas. Want to let you know a little bit about me. My other ones, my streaming schedule, unless I tweet out otherwise. And other ones are social links, the platforms I use to post content. Right now I have Twitter, TikTok, and YouTube up. And I'll add more as I expand more platforms. But out of those, Twitter is the most important one. The reason it's the most important one is I use Twitter to tweet out before I drop any content. I usually tweet out the videos that I record on YouTube before they go public, so that way you know ahead of time. And I always tweet before my stream as well as the information about the stream, so that way you know and you're aware of that and can watch it whenever you want to. You have that information to tune in if you would like to tune in. Another reason Twitter is important, because besides me going off of met variables, what I'm thinking you're enjoying was popping and what I would like to put out, another way to really get the content that you want to see is if there's a video game or a video reaction you think I will enjoy or you enjoy watching me stream record. Don't be afraid to suggest it through Twitter. I check my tweets every day. I check them periodically throughout the day. If I'm not recording, I check them at night. So don't be afraid to tweet out if there's something that you will that way. Or you can comment on one of my videos on my YouTube channel that I put out for that week. Or if you just watch my streams, when you always jump in the stream, tune in, all that good stuff, and suggest it while I'm streaming. But don't be afraid to suggest that content to me. It's going to help me expand my horizons as a content creator and make sure you get the content that you would like to see. Like I said, you have Twitter, TikTok, or hop in my streams. Shoot the shit over there. Suggest it there. You know, suggest it on my recent videos on YouTube that I post for the week. Or suggest it through Twitter. Also, if you would like longer streams, more streams, earlier streams, just a broader horizon of content and more improvements besides what I'm doing, make sure to support your boy. All my platforms I post content on, which is YouTube, Twitch, Twitter, and TikTok, with the like, the comment, the follow, the subscribe, hit and bell, then go in your settings and turn on notifications so you're aware I drop content and stay updated on my channel. Doesn't cost nothing, it's free, and you can change your mind whenever you would like. And I think that's all for announcements. So like I said, we're going to do some stuff offline to prep so that way we can just get right into what we're going to do when we load back up for our next record session. But, did a lot. I think we're probably going to wind up changing over two more people in Lewis's crew to our side, I feel like. I feel like those two are going to be the next two confidants, unlock the next two archetypes, and potentially be on the team, I'm not sure, but I definitely feel like they are as time goes on. But
that's gonna be the video. I'm not gonna ramble any longer. Thank y'all, appreciate y'all, love y'all. And remember, this is your boy That Dragon J. And no matter what you do, start or put your time into it, because you're awesome, amazing. Thank you for all the support. And I do mean all of it. Keep that same energy. See y'all next time. Love y'all.